どうも映画トークチャンネル余計なお世話です。みんな再生してくれてありがとにー。私、映画チンピラジャガモンド斉藤です。このチャンネルは映画にまつわる余計な話を好き勝手気ままにしていこうというチャンネルとなっております。今回はですね、ちょっと編集とかいつもの音楽抜きで、ちょっと自分のこの余計なお世話チャンネルについて、ちょっと、えー、説明というか、えー、使い方を新たにこうしていくから、こうしてよみたいな話、ガイドブックみたいな、 感じなんですかね。それをちょっとね、今日は紹介したいと思います。えー、皆さん、YouTube 普段見る中で再生リストという機能は使ってらっしゃるでございましょうか。えー、まあチャンネル持ってない方でもね、アカウント持ってる方だったら自分が見たい、えー、動画をですね、自分なりにこうカテゴライズして、こう、まあ整理することができるんですね。えー、で、うちのチャンネル、余計のお世話チャンネルでも今まで再生リストというのは実はありまして、活用していただいてる方いるかな例えば、えー、映画監督特集、これジェームズ・ガンについて話した時なんかは、 えー、この前後編がこの再生リストに入ってたりとか、あとこの日本映画がすごい特集。ね。イアムアヒーローとかね。あと何喋ったっけイアムアヒーロートラさんとか、ガメラとかですね。えー、あとスターウォーズの再生リストがあったりとか、圧倒的作品数を紹介。まあ、アマプラとかネットフリックスとか、あとは名作映画特集。まあ、これはあの、 要は、キャラクターのインパクトが強すぎて、さえー、言葉の意味を変えてしまった映画特集も入ってるんですが、例えばサイコとか、エイリアン、ジョーズ、えー、白黒映画について語ったりとか、トータルリコールとかね、はい。えー、あとは何があったかな、ゲーム実況生配信ね、えー、バイオハザードとか、あと、映画立ち話、同じようにノーカットノー編集でやってるやつとか、新作映画を話した時とか、ホラー映画とか、あと生配信とか、結構あの、今までの動画も、 分けさせていただいてるんですね。えー、で、今回ちょっと新たにですね、5つ再生リスト、えー、加えさせていただきました。これぜひ皆さん、あの、余計なお世話のチャンネルの再生リストという項目があるんで、そこを押していただくと、えー、出てきます。はい。というのもですね、私、えー、この余計なお世話始めて、まあもうまだ1年経ってないのか、えっ、ー、と、2020年4月から始めさせていただいたんですが、えー、その前からですね、私いろんなチャンネルに出て、映画のことを話をさせていただいております。 多分、総再生数的にですね、この余計なお世話で喋ってる数よりも、他の今まで、まあ、蓄積があるんでね、えー、どこで喋ってきたことが、の方が多いんです。で、しかも、まあ、この余計なお世話ってね、あの、他にお仕事いただいてるチャンネルを、基本的にはやっぱ僕優先させていただいてて、で、時間がある時とか、どうしても自分が話し足りないとかって時にこちらのチャンネルで、えー、話をしてるという、えー、状況になっているんですが、えー、その他に、 僕が元からこの余計寄せが始まる前から僕が出てたチャンネルで、えー、僕がメインで喋ってるものをちょっとまとめました。はい。これはもうちょっと僕的にもっていうのあんですよね。僕がどこでどういうこと話してたっけってこう振り返る時用にちょっとまとめとこうかなということで、えー、ご再生、ごリスト、ごリストをえーちょっと増やしました。なんで、 ぜひ皆さんこの余計なお世話以外のチャンネルで僕がどんなことを話してるのかみたいな、そっちの方が面白かったりしてね、うん、みたいなこともあるし、なんで、ちょっとそっちも興味あれば見ていただきたいなと思います。で、今日はその何をどういうふうに追加したのか、えー、ちょっと紹介をさせていただきます。はい。えー、再生リストのとこにですね、まあ普通のさっき言ったような、まあ僕のチャンネル、余計お世話に上げてるチャンネルの動画リストバーとある中で、えー、星マークで挟んだチャン、リストを作りました。 えー、まず一つ目、コンテンツ全文見東大生、星、星で挟んでます。はい。これは12動画入れました。はい。これはですね、えー、コンテンツ全文見東大生、大島康雄君、僕、いくちゅんと呼んでますが、彼の、えー、チャンネルに呼んでいただいたときに、えー、話した、僕がメインで話してる、えー、動画、主に入れました。はい。えー、まあ、年末年始、今ちょっとね、大島君のチャンネルで恒例になってますが、まあ、ベスト。 ね、ランキング発表。まあ、シネマンションでいつも片尾っつって、あのー、前作に話したり、あとシネマンションで年末の、えー、えー、ベスト発表してるんですが、そこに、ま、惜しくもこぼれちゃって、でも個人的にはめちゃくちゃ好きみたいなのを年末にいくショんと語ってるんですね、2年連続ぐらい。それをまず入れてあったりとか、あと、えー、このチャンネルでも僕語ってるんですが、えー、樹海村、あと、愛衆シンデデラ、 この考察も僕珍しくこのチャンネルさせていただいてます。特にこの哀愁シンデレラに関してはですね、この、この余計押せで喋った2回動画出してるんですね。ネタバレなし、ネタバレあり。で、1回これ、死者で見た段階で2つ動画出してるんですけど、その後、この育種の動画に出るためにもう1回見たんです。そしたら、なんならこの余計押せであげてる考察をちょっと覆すというか、ちょっと、俺違ってたかもって思って、 えー、改めていくちゅんのチャンネルで話してるんですね。だから、そういうのもちょっと見ていただきたくて、ここに入れました。なんで、ここには愛宗シ,シンデレラの考察が前後編で上がってる、えー、リストになってるんですが、前編で僕が、えー、喋ってます。特にね。あとは、同じくこのチャンネルで開げました、樹海村について、えー、僕、このチャンネルでは1回目見たとき、下で見たときに上げましたが、2回目見に行ったときに、後に、えー、いくちゅんと喋って、えー、 受会村って実はこういう話なんじゃないかみたいなことを話したりとかしてます。あとはですね、えー、自己物件怖い間取り。やっぱホラーが多いね、いくちゅんとの動画はね。えー、自己物件の、えー、これもね、シネマンションで、えー、一回話をした、させていただいたんですね。で、その時に、 えー、あったこと。あと、その、シネマンションで話した後に、えー、ツイッター上で、中田秀夫監督、リングのね、そしてまさにこの、自己物件怖い戻りの中田秀夫監督と、ちょっとリプでやりとりを、まあ、ありがたいことにさせていただいたことがあった後に、確か、撮った回。これ生配信だったかな で、ここでその、えー、その話とかもしてます。だから、結構他のチャンネルで話したりとか、このチャンネルで話したことの後日談みたいなことが結構多かったりしますね。はい。えー、そういったもの、あとは韓国映画の特集とかいろいろあの載せてますので、えー、そちら、あの、イクションの方では、の動画の方では結構好評、評価いいみたいなので、ちょっとそちらも見ていただけたらなと思ってます。はい。そして続いてのチャンネルですね。ええー、先生ですと、シネマンション。はい。 シネマンションはですね、私あの、もうほぼ、まあ、レギュラーを、というか、まあ、させていただいてて、えー、ラムちゃんとアンコさんとね、3人で、やらせていただいてるので、割とどの回をご覧になっていただいても、私、登場させていただいてるんですが、特に、えー、僕が、例えば、隙間でシネマというコーナーがあって、その、自由に見た映画を話すっていうコーナーがあるんですけど、そこで僕が持ち寄った、えー、動画、動画というか映画とか、えー、僕が、 メインで回しをさせていただきながら、えー、例えば MCU とかスターウォーズ、ロッキーとかの過去シリーズについて一気におさらいをするみたいなコーナーとかを担当させていただいたことがあったりとかして、そういう僕がメインで喋ってるものを選ばせていただきました。全部で43本、えー、リストアップさせていただきました。はい。もしかしたら漏れちゃったりしてるところもあるかもしれませんね。はい。えー、例えばマンダロリアンの話、クリーム刺しの話とか、あと、カ尾はえー、語る終わる、語り終わるまで、えー、終わらない10時間の配信を、えー、2 3年 らいかなあげたりとか、あと、イベントで、シネマンションのイベントで語ったね、オーライさんの、えー、ポスター、ね、えー、ゴジラ VS メカゴジラのポスターね、ここにも実は語ってますが、それについて話したりとか、えー、あとは何があったエスケープルームの話とかですね、あと、ミッションポッシブル、えー、ボル、ボルケのパーク見たよーとか、ロボコップをもう、もう一回見て面白かったとか、あと、初期の頃ですが、13日の金曜日のジェイソンの剣とかね、あと、アイアンマンフィギュアのあの、惨劇。 とかですね。結構いろんなこう話を、えー、メインでさせてもらえたものを、えー、集めさせていただきました。ガメラも入ってますね。はい。なんで、あのー、シネマンション、ね、あのー、の中で特に僕が喋ってる回なので、そこはちょっとご了承いただきたいなと思います。はい。そして、続きまして。まあ、これは一番僕が、なんなら、シネマンションより前からお世話になっている柿沼清さんとのおまけの夜。まあ、これは映画チャンネルというよりサブカルチャンネル、えー、なんですが、 これちょっと難しくてね、あの、えー、おまけなので映画のコーナーをやらせていただくとき僕お邪魔させていただいているんですけれども、えー、そのときの、まあ、特に、まあ、なんつうのかな、僕がプレゼンしてたりとかする回を、 載せてます。まあ、例えばハロウィンとかね、ハロウィン新作公開するとき見に行こうってって見に行ったんだけど、その前に今までのハロウィンの奇跡について話していたりとか、あと、リング、リングの原作全部シリーズ読んで、えー、聖地巡礼、ね、貞子がいたと言われているところに二人で車で行きながら話してる回とかですね。あと、塩川ユニバースの作品解説もさせていただいたりしております。今見るとね。はい。 えー、そうですね。そういう、こう、プレゼン系もあったり、あとは、こう、感想会。これは、あの、野球現場のシャベンジャーズのゲンちゃんと、えー、アメコン MCU の映画についての感想会をあげてたりとか。あとは、今、えっと、毎週土曜日におまけの夜でアップする映画、新作、新作映画の感想。僕も、えー、出させていただいてるので、まあ、その、まあ、これから増えていくんですが、新しいものを入れたりしてますね。はい。もののけ姫見たよ、とか。あと、一っとね。 一等見た時の、そして原作読んだ僕の、えー、大変だった時の話とか、白石浩二監督のインタビューとかですね、えー、ちょっと漏れてる可能性全然ありますね。ジェリーブラッカイマーとか入れてないのかなね、ちょっと、えー、結構探すのが大変でちょっと入り切れてない部分もあるかもしれませんが、そういうね、 結構、まあ、シネマンションとはちょっと違った、こう、労力を、えー、使ってるチャンネルだったりするので、こっちも、あの、よかったら、見ていただけたらな、というふうに思っております。はい。あと二つですね。あともう一個、アメコミトーク、えー、シャベンジャーズも入れさせていただきました。まあ、シャベンジャーズちょっと難しくて、っていうのも僕、シャベンジャーズ、アメコミについて話すチャンネル、シャベンジャーズにおいては、私、あの、MC なんですね。立ち位置的には。なんで僕がメインで喋る会ってほぼないんですけど、えー、まあ、新作のアメコミ映画見た時の感想会とか、えー あと、先日小田原に行かせていただいて、今度、忍者バットマンっていうね、舞台が始まるんですけど、その舞台の PR で、お仕事させていただいた、結構ね、あの、好評な面白動画とかですね、アクアマンの感想とか、え、あと、スタートのプレゼントとかね、なんかしてるっぽいね、はい。20本ほど上がってます。まあ、ほとんどがね、ンちゃんの、野球ジロ郎さんの、え、なんていうのかな、あの、プレゼンが多いチャンネルなので、ちょっとまあここは、 はかせていただきました。はい。あとはですね、ジャガモンドの、えー、再生リストも作らせていただきました。まあこれ、ネタをね、あげるっていうのもありなんですが、一旦ネタじゃなくて、僕らがやってるジャガモンドのチャンネル、まあ登録してなかったらしてくださいね。ジャガモンドのチャンネルで、えー、毎週土曜日にですね、企画動画をアップしてるんですけども、その企画でですね、今、僕が何も知らない サブカルチャーとかを見て僕がこう感想を言うという企画が実はあってですね。えー、それが例えば鬼滅の刃。ね、僕何も見たことないいきなり映画を見に行きました。あともう一つがモモクロ。まあ、これ映画関係ないんですが、え、モモクロを僕全然知らなくて相方の軌道が好きで、えー、ライブの DVD を見てその感想を言うっていう。今2本しかないんですが、このシリーズもちょっと増やして、あの、ここにも追加していこうかなというふうに、え、思ってます。まあ、ほぼ僕がね、メインでこう、 あの、喋って、いろいろこう、感想とか、まあほ、ほぼ、なんかおまけのよりとか、余計のお世話でやってるようなことを、ジャガモンズのチャンネルでやってる、みたいな感じなんで、入れさせていただきました。はい。ということで、以上、え5、ー、5リスト増やさせていただきましたので、ぜひ皆さん、ーんー、まあね、そんな、えー、ちょっと、ね、 ん偏った趣味の方いないかもしれませんが、ちょっと再生リスト覗いていただいて、えー、他のね、リストもあるし、シネマンションで斎藤さんどんな話してたかな、みたいなのとかね、えー、ちょっとく、あの、見ていただいたらおまけの夜だったらこれ、こう、こんなのあるんだ、とか、いろいろこう、もしかしたら発見があるかもしれないので、ちょっとぜひ、あの、そちら、遊びに行ってみてはいかがでしょうか。という話でした。さようなら再生してくれてありがとうね